はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島です。皆さんは泥団子作った経験ありますか？ツルツルにするやつです。本当に食べられたらなーなんて思っていた子供のブッチャー、今日はそんな土を食べちゃう動画です。それでは早速やっていきましょう。ってことで今日は食べられる土を食べてみます。土って言っても正しくは珪藻土でできたものです。珪藻土とはモルイの一種である珪藻の殻の化石の堆積物です。珪藻土の効能は調湿、脱臭、退化と言われています。その中でも日常の暮らしに関係が深く注目されているのは調湿効果です。湿度が高いと吸湿し、低いと放湿するため、日本特有のジメジメした夏や乾燥する冬など変化の激しい気候に合った素材として受け継がれてきています。ネットで調べてみると真っ先にこのように出てきます。本当に食べられるんでしょうか？パッケージを見てみると、飲み物や食べ物に混ぜてお召し上がりください、粉末が目に入らないように注意してくださいとあります。おすすめの食べ方はヨーグルトやシリアル、どんな料理に使っても味の邪魔をしない点が売りみたいです。これを摂取することで不足しがちな珪藻を摂取することができます。見た感じはかなり細かいチョークの粉のような感じです。珪藻土は意外と身近なところにあります。一時期珪藻土のバスマットが流行りましたよね。うちでも炭をつけておく火種コンロが珪藻土です。匂いはほぼありません。無臭です。ザクザクとしていて本当の土っぽいですね。食べてみます。子供の頃近所で遊んでいて、うっかり口の中に入った土の味が一瞬フラッシュバックしますが、懐かしの味はしません。レモンの皮のような苦味というか酸味というか柑橘系が一瞬ジュワッと現れます。その後はすぐに味が消えてなくなります。何かの料理に入っていてもおそらく気づかないと思います。味は邪魔しません。今日はこれを使ってチヂミを作ります。まずはボウルに小麦粉を入れ、片栗粉、珪藻土、塩、卵、水を入れよくかき混ぜます。チヂミは韓国の京山道地方での呼び方で、全土ではあまりそう呼ばれず、どちらかといえばプチムゲまたはジョンと呼ぶ方が多いそうです。日本でチヂミという呼称が定着した背景には、在日韓国朝鮮人に京山道出身者が多かったことが関係すると考えられています。フライパンにごま油を多めに引き、生地を入れます。生地が形になったらひっくり返して、ひっくり返したらここで生地の周りからごま油を追加します。こうすることでカリッと焼き上がります。あとはお好きな大きさにカットして、チヂミが完成です。続いてタレを作ります。玉ねぎ、赤唐辛子、青唐辛子を刻み、ボウルに入れます。醤油、梅シロップ、リンゴ酢、砂糖、唐辛子、ごまを加えてしっかりと混ぜましょう。それでは早速食べてみます。いただきます。今日はヤングマスターのクラシックペールエールを飲んでみます。ヤングマスターは2013年に香港島南岸に浮かぶ小島アプレイチャウの工業地帯で創業されたブルワリーです。以後多くの西洋系バー等とタイアップすることで製造数を伸ばし、2016年にはワンツォックハンで2拠点目となる醸造所をオープンするなど、香港のマイクロブルワリー界を盛り上げながら成長を続けてきたそうです。香港系クラフトビールブームの契約的存在です。ペールエールですが結構苦味が際立っています。パッケージがとても可愛いですね。香港だと勝手なイメージ、サラッと系のビールが主流かと思いましたが、香港でもこういう流れがあるんですね。香港からも目が離せないです。ではチヂミを食べてみます。シンプルイズベスト、ただただシンプルなチヂミです。多くの人を引きつけてきた味ってこういうことなんでしょうね。この時点で土感はゼロです。この土が食感や何かに影響を与えたのかわかりません。周りから食べるタイプです。ケーキとか切れ目のないピザとか切り分けるときに人の性格が現れるそうです。みんなに切り分けるとき、自分のケーキだけ気持ち多く切っていた子供の頃、大人になりました。うん、このタレの生の唐辛子のフレッシュな辛さが癖になります。辛いけど旨味を感じます。そうだ、土を食べていたことを忘れかけてました。それだけ料理に馴染んでいたということです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。食べられる土いかがでしたか？ちなみにアイヌの人たちも珪藻土を食べていたそうです。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。